こんばんは。よいしょ。こんばんは。場所変わった。そうなんです。場所変わりました。ちょっと今日はリビングで、いつもは部屋でやってるんですけど、こんばんは。はるかさんがショールームしてるって初めて知りました。はい、でも3回目です。まだ3回目です。もう nonton better night dulu ya. Jangan dong nonton aku dulu. はるかはるか、はーい、こんばんは。はるごん、やっほーやっほー。あ、ティムホーレー、まかしやぶんがにゃん。ティムホーレー、こんばんは。きたで、ありがとうございます。うらまかんか、うでどん。Karena hari ini aku mau showroomnya buat aku jadi 8 tahun di Indonesia. Anniversary, 8 anniversary di Indonesia. Yeay! 今日のショールームのテーマは、インドネシアに来て8周年、そして9年目に突入しました。突入しました。配信。イエーイ。ちょっと明るいか。はい、おめでとう。パチ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 ということで、インドネシアに来て9年目になりました。イエーイ。そう、もうそんなに経つんです。Iya, aku jadi 8 tahun di Indonesia. Mulai hari ini menuju ke tahun ke-9 gitu. Hai, konbang, konbang. Ari kara mou 8 nen, soria mou to, soria uchi mou toshi toru wa. Sou nan desu. Ari kara attoyou ma ni 8 nen tachimashita.Gak kerasa ya udah 8 tahun. Iya, cepet ya. ということで、今日はおめでたいということで、ケーキを食べながら配信しようと思ってケーキを用意しました。イエーイ。Jadi kali ini aku mau live-nya kan temanya kan selamat 8 tahun di Indonesia. Jadi akuSiapin kuenya. Yeay. Jadi sambil aku makan kue, ya gitu, sambil makan kue. So, でももうちょっと人が来てからにしようかなと思ったんですけど、一周50かわいい感じ。ケーキ食べた。イエーイ。はるかに教えにしてから、教えにして8年か。イエーイ、ありがとうございます。クエアパニー、ペンリアディアカリアン。クエアパ8年か、早いな。早いですよね。私もびっくり、昨日8年って聞いて。ケーキめっちゃ大きいけど気にしないでください。あ、ちょっと待った、これはちょっと。ということで、見えるかな。ケーキ用意しました。ここでスクショタイムしときますか。ケーキ食べたらケーキぐちゃぐちゃになっちゃうから、
たからスクショタイムしますか。Jadi nanti kan aku mau makan kue ini. Takutnya kan kuenya hancur. Jadinya sekarang kita screenshot dulu kali ya. 一人で飛び切れないですよ、もちろん。編集ダメ、ありがとうございます。ではスクショタイムしたいと思います。皆さん準備はいいですか。いきますよ。はい、チーズ。スクショできましたか。カレンも udah スクリーンショット belum? udah? 昔の中川さん確実に一人で食べれたと思う。いや今でもいけるっちゃいけるかもしれないけど、やめときます。一応ジェイニー、Thank you ギフニャー。ジャキカイン、Thank you ギフニャー。大食いイメージ確かにある。え、そうですよ、大食いめっちゃイメージあると。2シュート50カウント完了、ありがとうございます。スノー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 さん、ありがとうございます。かカカジャキキヤン、Thank you やギフニャー。ベーダニャ秘密だないしょ、アッパ教えて。うん、ベーダニャ秘密だないしょ、イトスブナニサマアジシー、アッティニャラハシヤ、サマサマラハシヤ。ハロハルカ、アパカバルバイ。ずっと変わらんな、ありがとうございます。そんなことはない。いや、ちゃんとね、年相応に老けてますよ。ということで食べたいと思います。もぐもぐ配信だっけ、ショールームで言うもぐもぐ配信。ハート、ラフ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 。もう28歳だもんね。28歳です。今でも足早いかな。でもやってみたい。なんかなんていうの、今日何食べた。僕は刺身と肉団子、今日は餃子食べました。めっちゃ硬いこれ。あ、手はちゃんと洗いました。皆さんね、あのコロナに気をつけてください。ちゃんと手洗いうがいはしてください。ツイッターにスクショ送ってありがとうございます。後であのハート押しに行きますね。ティムホーレ、 Thank you やーギフニャー。サマカサマジョナタン、マカシー、こんばんは、8周年おめでとうございます。ありがとうございます。みんなオルガミンシー、いや、コーラシアピンオルガミンシーコね。たびなんてや、きた乾杯ね、なんてや。今日もオルガミンシー用意してるんですけど、乾杯は後でしましょう。え、カザキランカビンタマカシヤーギフニャ。 AKB 入った時って15歳だっけ。そうです。ジェニュインさん、そうです。乾杯ね、なんてや、ガイス。ビアーエナクナンティ
lebih ramai kita kantai bareng gitu. Di Jepang ada jualan ornaminsi? Enggak sih, ada dong pastinya. Di mana-mana bisa beli, di minimart, supermarket, di mana aja bisa beli pokoknya. Haruka-san, apa kabar? Baik. Download aplikasi apa? Ah, Ayaka-chan, hato arigatou gozaimasu. Sama Hakafai, Fire-san, arigatou gozaimasu. Itsumo arigatou gozaimasu. Mini kite kurete. Jonathan, makasih ya. Octopus-nya. 今日は1期生の9周年ですね。そして明日はステラちゃんの誕生日です。そうなんです。今日はなんと11月2日は JKT48 1期生の9周年です。 JKT ももうすぐ10年になるんです。早いですよね。ハルゴンの握手会が懐かしいな。本当ですか？懐かしいですか？ハルコもチョバアイスクリームドゥーレンラギンゲ。ゴクガスカドゥーレン。ハルゴンかわいい。こんばんは、こんばんは。時が経つのは早いね。早いですよね。ワユコロロ、テンキューやギフニャー。サマ、カカジャキ、テンキュー。8 tahun yang luar biasa, makasih. 逆になんか皆さんが8年間とか続けたことってありますか？私はインドネシアに来て8年経ったじゃないですか。皆さんが8年、まあ8年じゃなくてもなんかこれだけはずっと続けてきたよとかありますか？ハルゴンと最後に会話したのはガパパンの時、また会いたいです。またあの日本でイベントできるように頑張ります。ポテトを見続けてることかな。あ、そっか、そうですよね。長いファンの人はもうね、10年以上48グループを応援してるってことですもんね。最近はないな。でもなんか何かをずっと続けるって結構大変ですよね。何年前に移籍発表の YouTube を見て AKB グループを知ったおじさんです。ありがとうございます。元気かい？元気ですよ。はるかちゃん、こんばんは、こんばんは。俺はずっと野球続けてます。まだ元気。おお、本当ですか？和太鼓を21年続けてる。私も和太鼓やってました。中学1年生から3年生まで和太鼓やってました。ジョナタン、マカシア、ハティニャン。ウダプナカマイン、スマランカ。プナあ、ワクトクスマラン、ワクカルジャシー。カロマイン、ブロンプナ。気がつけば、タイ、2017年住みながら JKT 見に行ってます。ありがとうございます。タイに私も行きたいってダジャレみたいになっちゃうけど、行きたいです。オタク14年したけど、推しが引退したのでオタクじゃなりました、なくなりました。そうなんですか？マユユですよね、好きなの。ははは、覚えてますよ。ハルゴンをこうやって生配信で見れるのが驚きで涙です。ありがとうございます。生配信で近くには行けないけど、なんかパワーをあげます。早く好きなところに自由に行けるようになるといいね。そうですよね。ジェリカンラギブギニカンスサヤジャランジャランクルワルネグリギトスモガビサヤアコペンゲンカタイランカンカルナコステアタウン
ke Bangkok bareng sama Cikarina. Tapi tahun ini gak bisa gitu gara-gara begini. Tapi semoga bisa lagi ya. Aku bisa ke Bangkok bareng sama Cikarina. Dan di sana aku ketemu sama teman-teman BNK48 atau CGM48 gitu. インドネシアではコロナ感染者数多いですか？いや、多いと思います。結構。東南アジアでは一番多いのかな。あ、ヒロワンさん、クマさん、ありがとうございます。ハルゴン、元気な姿で見れて嬉しいです。ありがとうございます。スモガルジェクランチェルトシアカハルカ、アミーン、ドアインミャー、ドアインアンテルバイキャー、タムタマン。最近どんなお仕事してるの？最近は収録、テレビの収録が多いです。あ、なかなかさん、ハートありがとうございます。ハート100個受け取って、受け取ります。キャッチ。あみスカパンギルハルカータオハルゴンドアルワニャスカ。カルナファンシャンドゥルパスティニャパンギルアコハルゴン。Kalau yang fans yang JKT48 sama fans-fans yang Indonesia mungkin panggil aku Haruka. Jadi dua-duanya sebenarnya boleh sih. Nangka Nihon no mukashi no fan no hito, Nihon no fan no hito wa watashi no koto Harugon te yobu janai desu ka. Demo Indonesia dewa kekko Harugon te amari yobarete nakute, amari teiuka zenzen yobarete nakute Haruka te yobarete iru kara nanka.ファンの人がどっちのが好きって聞いてきたんですけど、私はなんかどっちも好きです。あのハルゴンもなんか懐かしいなって思うし、ハルカも全然嬉しいです。カカビンタンダンカジョナタンマカシアハティニャハルカ、はい。アクボレマカンクエンガ、ケーキ食べてもいいですか？これまだ食べてない結局。食べてもいい？ハルゴンの呼び名変えられないわって。いやそうですよね。昔の人はそうです。ボレボレンガアクマカン。うらしやくせんろ食べていいよ。いやー嬉しい。いただきます。皆さん今日の夜ご飯何食べましたか？カリアンマカマルムハリニアパカスタープロン。うん、カキフライめっちゃ美味しそう。オニオンスープいいな。マカロンとんさゆる、うん、フェハペアトドルダダプラスコーネットコーネットエマントロールデベルトダビシアパケケチャップ。ザルサバとチーズケーキのマカロン。チーズケーキのマカロン、え、美味しそう。マカンバ、マカンバとマサ。ねえ、なんかバングチョコレートケーキな。チョコレートケーキ。ジャカルタってカキ手に入る。ジャカルタでもカキありますよ。カキある。はるかはんって無理やりの呼び方変えたけど、ハルモンがせっくり来る。なんかそういうことありましたね。え、ヨーグルトしか食べないの基本。嘘でしょ。ちゃんとご飯食べてください。え、何もの話なんて、やはりサプトあとミグアコライフショルンバルンサマヤナヤカルナアクサプトミングスニンミングイニクバンドゥ
今は食事制限ないの。なんかインドネシアってあんまりダイエットしてる人いないです。なんか痩せてるよりなんかちょっと太ってるぐらいの方が結構好まれることの方が多いんです。だからあんまりダイエットしてないか、そこまでめっちゃ食事制限して食べないみたいなのはしてないです。国によって太ってる人の方が魅力的に見られることもあるよね。え、本当にそうで、なんか、なんかちゃんと太ってるっていうか、痩せてる人よりはなんかちゃんとお肉もある人の方が好まれます。ラマダンとかのシーズンケーキ食べれますか？食べれますよ。なんかラマダンって言ってなんかインドネシアでは断食みたいな期間があるんですよ、1ヶ月でも。食べれない期間って朝の日が上がってから日が落ちるまでなので、夜とか夜中とかは食べれます。だからみんな朝の4時とかにご飯、3時かな、4時とかにご飯、起きてご飯を食べます。そうなの、なんかジャカルタって結構芸能人もあんまりめっちゃ痩せてるみたいな人はいないです。でもモデルさんは痩せてるけど、なんかテレビに出てる人とか、そうですね、なんかそういう人はみんな、そんな痩せてる人はあんまりいないです。マッハルガビサギフガプニャンワGak apa-apa, penting kakak lihat aku ya. ちゃんと早く食べる。そうなんです。だからラマダンの時期は、断食の時期は結構朝のテレビが多くなって、私もだから結構昼と夜逆転した生活になって、夜中の12時に用意してテレビ出て、朝の4時とか5時に帰ってきて寝てっていう生活になります。セブンオブナインさん、ハートありがとうございます。あやかちゃんもハートありがとう、ハート。あやなまなはるか、あやなディルマカリカンコラギディルマ。でも今日夜遅いからケーキは少しにしときます。じゅんさん、花束ありがとうございます。はるか足切れだから少し太っても OK で、ダメダメ、甘やかさないでください。ということで、そろそろオロナミン C で乾杯しますか。結構人が集まったから、今日もオロナミン C で乾杯しよう。用意はいいですか？OK。Sudah siap belum? Siapin warna misi dong, biar kita screenshot bareng. Aku juga siapin HP. Jadi.Kalau sudah siap bilang ya. Sudah siap. Jikalau kita kirim yang tidak mana des. Wah, sama. Dewa, kampai shimashou. Jika, mina san kara screenshot. Kampai.
では私も行きますよ。皆さん行きますよ。あ、コメントじゃなくてこれにして行きます。せーの乾杯。せーの乾杯。写真もお願いします。せーの、はい、チーズ。いいかな。もう一枚横で撮る。でも横だとあんまり、もういいか。はい、はい、チーズ。撮れました。撮れたよ。じゃあ飲みますね。飲む？大人になったらなりましたよ。だって私28歳、もうすぐ29歳です。やばいですよね。강연댄스락인가가능한근시하나로마연스로개조개조개띠또この前3本飲んじゃったから今日はビールで乾杯。日本の皆さんは明日お休みですよね。アラサーだね。そうなんです。ジェリーガイスディジェパンとベソクリブー。ディジェパンとタンガルメラギトタペカロヤンタマンタマンインネシアカンベソクラブクルジャカン。スマガテヤ二十歳の生誕祭に入れたらいい思い出。あ、ありがとうございます。あ、なかなかさんかわいい、ありがとうございます。そうです、休みだよ。いいな休み。あ、じゅんさんアイスクリームありがとう。カカムハマー Thank you ya ダルマニャルチュバンガー。ハルカ takut nggak tinggal sendiri di Jakarta? Enggak sih, kalau orang Jepang kayaknya udah biasa tinggal sendiri gitu。 ジャカルタで驚いた祝日はありますか？うん、ジャカルタはなんか、ジャカルタっていうかインドネシアは結構なんか祝日が多すぎて、なんかえ、また休みなの？え、また休みみたいなのが多いから、なんかびっくりします。オルナミンシー発音が可愛い、ありがとうございます。ハルカモワイフサンペジムラッパーじゃーん。スンビマン mungkin 今度バティック&ジルババ配信してよ。了解しました。なんかインドネシアはイスラム教が多いので、なんかジルババヒジャブって言ってなんかこう被るんですよ。でも私も結構なんかイベントがあったりするとそういうの来たりします。あ、山盛さんありがとうございます。お城なんかこういうお城みたいなのってインドネシアにあんまりないから、なんか日本だって感じです。Kakak Jonathan makasih ya es krimnya. Pakai hijab harus biar tambah cantik. Iya, nanti katanya tadi orang Jepang bilang kalau bisa nanti pakai batik terus pakai hijab juga katanya biar seru gitu. Hijab mecha kawaii ne. Arigatou gozaimasu. Ah, Jun-san, o ningyo arigatou, Kuma-san. Nanka konna no shite hoshii toka request arimasu ka?オルナミン C のラベルって日本語なんだね。そうなんです、インドネシアのオルナミン C も日本語です。これ
インドネシアのオルナミン C だから、ちゃんとここに見えるかな、光っちゃって見えない、あ、こうしたね、なんかハラルのマークがついてて、このハラルのマークってなんかそのイスラム教の人でもちゃんと飲めますよ、安全に飲めますよっていうマークです。だからなんか結構こっちのご飯とか食べ物はこのマークがついてることが多いです。なんかイスラム教は豚とかを食べれないから、そういうものが一切入ってないですよっていうマークです。Ia orang Muslim ada stiker halal kan, jadi orang Muslim juga tetap bisa minum gitu. Sebenarnya sih kalau di Jepang banyak, di Indonesia banyak ya apa stiker halal gitu, biar kita nyaman gitu. Bukan kita sih, yang teman-teman Muslim nyaman gitu. Ah, Hiromon-san, arigatou gozaimasu. Nani kore? Nanka azarashi mitai na yatsu.日本と同じ味なの。オルナミン C 日本とちょっとだけ味違います。日本バーチャルグローバルフォーラムに出るんですね。新聞見ました。え、そうなんです。私に日経新聞のなんかイベント、配信イベントに参加することになって、今から緊張してます。なんかすごいちゃんとしたイベントで、本当にすごい人がたくさん出るからちょっと緊張してます。やばい。ジェリーガイスなんてかでたがるプラでイフェンブサルディジパン、トロハコイクチュガタピアコデグルガンジガカルナイトイフェンアチャラニグデバンガトロスケアチャラセリアスキトトロスイクトアーティスアーティスジャパンニャトロクノスモアジュディアコタコト。マジでなんかすごいイベントに登壇するの。そうなんです。めっちゃもうすごいイベントに出させてもらうことになって、え、もうどうしましょう。インドネシアはこれからどんどん発展しても違う、日本と架け橋になってください。頑張ります。架け橋になるように頑張ります。ハルゴンでも緊張するの。え、めっちゃ緊張します。え、って緊張っていうか、なんかもうそうなんです。宮本亞門さんとも、とかも出るの。日経新聞なんですけど、なんか緊張っていうよりもなんかちゃんとしたイベントってなんかもう変なヘマとか起こせないじゃないですか。だからもうなんか下手に緊張します。緊張しすぎて逆に暴走しないように。本当そうですよね。あ、司さんこんばんは。ハートありがとうございます。ハト。ハルカジュが当たるかな。それだけインドネシア語流暢に喋れる人なの。大丈夫。いや本当にもうインドネシア語の方がいいです。近いなマナハル、近いなリジャパン。昔のメンバーと話したりするの。全然しますよ。はるかちゃんウィンクして。なんかしてほしいことありますか。この際だからしてほしいとかなんかありますか。ジェニンちゃんかな。ありがとうございます。ハート。もう大人だから落ち着いた振る舞いよね。いや本当そうですよね。落ち着いて落ち着いて丁寧に頑張ります。インドネシアで日本語喋ることあるのあんまりないです。え、吉本の社長やサッカー協会の田島さんとかも登壇するじゃん。そうなんです。もう有名な人しか出ないからもう恐怖怖い。あ、あゆかちゃんありがとう。ハート。トントン山さん、ハートありがとうございます。なんか質問とかありますか。ティムホーレマカシヤ、スラルホーレでガリエントマセカムタプホーレダンスマガティア。
でも元気なのがはるかちゃんのいいとこだからね。いやでも最近落ち着いたって言われます。今日ツイッター返信144回ってさすがはるかすごい。いやでもせっかく皆さんがお祝いのコメントくださったので全員に返信しました。なんか TikTok とかインスタもできるだけ返信できるように頑張ってるので皆さんあのフォローしてコメントお願いします。そんな真面目そうなイベントに出るぐらい大人だったことが驚きだわ。いや真面目出ること、いやなんかはい、なんかいや私もあの不安です。かかじゅなたまかしハルゴインドネシア在住8年、おめでとう、ありがとうございます。リップめっちゃ腕遅れました、で遅れてました。あコメント来てないなって思いました。えなく寿司やパッタコ焼きはドワドワにゃえなくしあくドワドワにゃそか。Kalau kalian suka gak makanan makanan Jepang gitu. Harugon 全然変わってないな。変わってないです、変わってないです。変わってないけど、あの年相に老けてってます、ちゃんと着実に。今日ツイッター開いてなかったから気づかなかった。そうなんです、ツイッターで。あ、セブンオブナインさん、お花ありがとうございます。かわいい。かわいい。昨日仕事めちゃくちゃ忙しくて寝落ちしちゃったんだよ。私も昨日仕事めっちゃ疲れて寝ちゃいました。だから今日の朝の返信になっちゃった。唐揚げマンタ、唐揚げマンタピアアクジュガスカアクビサマサカラゲロチェリナンタクマサケンボッカリエンデ。桃田新さんお花ありがとうございます。ラーメン、寿司、たこ焼き、チキン、カツ、おにぎり、えんな。なんかインドネシアでも結構日本食流行ってて、唐揚げとかインド、あ、唐揚げとかラーメンとか寿司とか、うーん、おにぎりとかうどんとか結構何でも食べれます。で結構ファンの人も好きみたい。 TT さん肉まんありがとう。パク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 食べます。肉まん食べたいな。カカビンタンマカシハティニャヤ。あ、ティティさんダルマありがとうございます。ダルマ。オレンジジュースとか美味しそう。オレンジジュース美味しいですよ。インドネシアは今外食できるんですか？一応できるんですけど、でもみんなあんまりしてないですね。あ、ティティさん肉まんありがとうございます。肉まん食べたい。ハルゴンだ、はい。ハルゴンが最後に日本帰ってきたのっていつ頃なの？4月とかかな。そこからまだ帰ってないです。スガキ屋とか一風堂あるよね。そうなんです、ジャカルタにスガキ屋とか一風堂とか、あとはなんかいっぱいあります、油そばとか。歓迎コンボールハルカファミリーなんてやからあれ一分だったんや。Ada rencana live bareng Melody enggak? Belum ada rencana sih, nanti aku ajak Melody ya. Live bareng Cishania, Cishania dong. Nanti aku ajak Shania ya. Mae ni JKT 劇場のしたペッパーランチで公演前に食べたよ。ペッパーランチ美味しいですよね。インドネシアにもあるから嬉しい。なんかあの、jadi guys ada orang Jepang waktu itu pernah ke teater, terus apa, dia sebelum menonton teater makan pepper lunch, terus pepper lunch kan dari Jepang gitu kan, terus pada tanya, oh di Indonesia juga banyak makanan Jepang ya yang asli Jepang gitu. Aja kayak lagi har, iya nanti ya Sabtu Minggu ya. 日本のコンビニってジャカルタにも一通りある感じ？日本のコンビニはファミリーマートとローソンあります。で、インドネシアかんで、ミニマート、ジャパンかんで、ファミリーマート、で、ローソンや。いいんがし？スタークイや。ドワイト。
お肉硬くない？いやでもそんなそこまであんま硬いかなって思ったことはないかもです。セブンイレブンは潰れました。なんか撤退しました。前は私がインドネシア来た時はあったんですけど、なくなっちゃいました。はるかちゃん、アパスカマカロンライスか。ひろごんさん、ハートありがとうございます。日本のお店も結構あるんでなります。昨日フェニーちゃんにショールームですごいことが起こりました。一晩で600本のタワーが立ちました。そうですよね、すごい話題になってました。そんなことってあるんですね。タワーがポポ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 。しかも日本人が一人でです。わー、ゴンちゃん結局何カ国語話せるの？基本は日本語とインドネシア語でちょっとだけ英語。初日歌って、夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花、その努力決して裏切らない。インドネシア語でも歌いますよ。インピロッパリリッニャ忘れた歌詞。ハロのショールーム初めて来たよ。ハロの中で AKB 好きな人ありがとうございます。マシーパンタスジェリーアイドルマサシー、パチ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 。なんか歌ってほしい曲ありますか？あんまり歌上手じゃないよ。でもえ、 SKE の You Are Shining が見てますね。え、本当ですか？恥ずかしい。大人になったな。白いチューリップ、白いチューリップ、白いチューリップって歌詞、歌詞で世界中で一番好きなのに気づいてもくれない、百葉箱のそば咲いていた白いチューリップ、白いチューリップ、いやくにゃに白いチューリップ、誰は照れろか知りたい。懐かしい、懐かしいですよね。パチ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 、6位のところにいます。え、本当ですか？あ、本当だ。岩田さん元気ですか？泣いた泣いた。チャンスの順番、歌詞を今思い出した。チャンスの順番、つかきと来る、まだ先のようでも確かに近づいてる。イニーチャンスの順番、ラグダリエケビ48ワクトじゃんけん大会。ユアスさん元気そうでよかったって。元気です、ユアスさんに会いたい。何歌おうかな。パジャマドライブ、パジャマでドライブ。ちょっと待って、歌詞がね、パジャマドライブで歌詞、ちょっと待ってね、歌詞歌詞歌詞、ちょっと待って、間違えたらさ怒られるじゃん。本家なのにさ、パジャマドライブの歌詞さ忘れたらさ、もう怒られますよね。ほんと秋元先生に怒られる。パジャマドライブ、あ、パジャマでドライブ
月明かりを道案内に、こんな時間からどこへ行くの、秘密のレッド、パジャマでドライブ、強引だわ、信じられない、こんな過去のまま連れ出され、私はどうすればいいのよ。イエーイ。むしろ振りはちゃんと覚えてるんだね。そうなんです、振りはちゃんと覚えてます。アクーカンオリジナルメンバリアンパジャマドライフジェリニャーパスニャークインガー。ごめんねさま、ごめんねさま、ごめんねさま、まぶしいその横顔を見てたら、ハートにそっと触れたくなった、僕のいたずら。あ、ごめんねさま大好きなんです。アコスカバンラグごめんねさま。まあ、アフガンさま、マニラオガンサタタパジャムダリサンピー、ダラムハティクイニ、なんだっけルパアコスカタビごめんねさま。やっぱここは初日なのに、さっき初日歌いましたよ。あー、ジューシェクトーファイヤーテイヤーライバ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 ー、あー、あんまりよくわかんない二角語で歌えるのすごすぎ。一応覚えてればなんとなく歌えます。タイガーファイヤーサイバーファイバーレイバーバイバー、じゃあじゃあ、あ、そうだそうです、ペラペラで本当すごい。そんなことないですよ、全然。あと何がいいかな、何がいいですか。僕のエール、ライスモールがラグ、僕のエールが、僕のエールは、ちょっと待って、歌詞がさ、いつも出てこないんですよ。もう年かな。しかな。あ、な、アウザ、アウザ、マカシア、ロティニャ、アマママ、マウマウマウロン、僕のエール、チョバヤ、僕のエール、声を枯らしながら、君に向かって叫んだよ。届けえる、うなだれた孤独に勇気をあげる、負けるなと伝えたくて。絶対歌詞検索してでしょ。検索してますよ。一応間違えないね。一応センターなんで、間違えたらちょっと大変なことになるんで。青春だな。あ、セブンアートナインさん、ありがとうございます。音符音符音符、今でも聴いてる。いい歌ですよね。なんかビデオクリップ撮影の時になんかサッカーとかして、すごい朝から夜までで大変だったんですけど、でも初めてセンターやって、なんか楽しかった方が大きいかな。楽しかったのと嬉しかった方が大きくて、なんか私もすごい思い出に残ってる歌です。なんか初めて秋元先生にもらってて、初めて秋元先生に褒められたかな。こんばんは、太陽か走りたい時代から応援してます、ありがとうございます。 MV めっちゃ懐かしい。懐かしいですよね。まさか配信しているとは。飲み終わった。HKT の曲で知ってる曲ある。え、でも HKT は好き好き好きってとか、メロンジュースとか、何があるかな、なんかいろいろやったことある。 NMB か、 HKT はいろいろやったことあります。メロンジュースとか、好き好き好きとか、初恋バタフライ好き。初恋はバタフライ、
捕まえないで、君は僕のフラワー。メロンジュース好き。いいな。メロンジュースはパティムレカチンタイアプナンダンガクリンガー。メロンジュースはにあのインドネシアでしか歌ったことないです。スキップ、スキスキスキップ、スキップしたくなる、両手を振って君のこと思うだけで。あんまり歌詞に自信がない。日本語で歌ったことない。スキスキスキップはあの JKT で歌ったことしかないです。春はメルちゃんと気が合いそうな気がする。メルちゃん面白いですよね。可愛いし。Choose me? Choose me か。あんまり覚えてないな。言い訳 maybe。 ちょばにゃん言い訳 maybe。 言い訳 maybe は、うん、なんだっけ、ん、あ、maybe maybe もきあこすかくパダムパダラギピャンビルタダ。インドネシア語の歌詞があまり出てこない。ルパーコガイスリルキニャパヤカロバスジャパン。メイビーメイビー好きなのかもしれない。青い空には雲は一つもない。メイビーメイビー忘れた。少しだけな。こんばんは、元気ですか。元気です。還元賀さんはさっしー還元の言い訳 maybe。 ラプソディ、皆さんラプソディっていう JKT のオリジナル曲聞いたことありますか。私はいないけど今のメンバーで歌ってるんです。ゼリーラプソディとオリジナルラグ JKT48。 うん、アペアラプソディリリキニャ。カシアンデアンガンクプルスワラディアルカンバルニャニラプソディインダヤンカンブルムワラリファジャルハーティクリンギンギクリンキンキタプルチャンジJali manis, jali saksi bahagia indah sami enggak berbeda lagi. Rapsodi. Lagu Iko Rabu suka, suka dong. Mau lagu apa? Original 作詞は誰なんだ。インドネシアの人が作詞してくださって、私もそこまで詳しくないんですけど。君のことが好きだからインドネシア語で。カレナックスカスカディリムアカンスラブブラダリシニワラウディダラムクラマイアンタアパクサダリ。カレナックスカスカディリム、なんか君のことが好きだからの歌詞はカレナックスカスカディリムって感じです。なんか歌詞と日本の歌詞とインドネシアの歌詞で結構インドネシア語を覚えると簡単に覚えられます。座られる中間かまさしまかし。どっちの言葉で歌ってもあんまり違和感ないね。確かにあんまりないかも。カカムハマテンキューヤーギフニャン。sama Kittisaurus, Kittisaurus thank you giftnya. 希望山脈聞きたいって。希望山脈？希望山脈。あまり覚えてない。なんだっけ。進め進め進め更新曲。You
感じですよね。合ってるかな。ハルカスドマカンスナロー、夢の川、スガインピアン、夢の川、夢の川、スガインピアン、ちょっと待って、あでもしかし結構ねすぐ忘れちゃう。夢の川、インドネシア語、夢の、なんか曲がかかんないと歌詞が出てこない。ね、ちょっと待ってね。OK、 夢の川のインドネシア語いきます。テリアクニアニスガインピアニャスガインピアプラフクチアイトプラハン、え、これ2番だ、違う、あ、できた、すいません、もう一回。パラフヤマンニャンブラスガインピアイニダンガンタナンティバネタビスプルファジャーランカパルタマパラタナヤンバルカキクスカランカタパカン。あまり上手じゃない、夢の顔ちょっと難しい、難しいからダメ。オンリートゥデイ、夢の顔泣けますよね。ファーストラビットが好きで、傷つくことを恐れはしない、何があっても昼まずに自分のウサギになろう。アクティラタクバダルカラスキアバヤンタッチャリカタカンカタバルキントムンチャリインピアンディリクアヨジャリクリCia pertama, kelinci pertama. First rabbit は Indonesia 語で kelinci pertama. Kelinci がウサギで pertama が first. だから kelinci pertama, first rabbit. はがきの Hati kehilangan virus.Yang berbentuk seperti hati, sentikan apapun tidak berguna. Tak selalu tentang dirimu, aku menjadi ketik hilang sampai tak bisa berbuat apapun. Yeah, heart got a virus.インドネシア語バージョンでお届けしました。日本語だったんだ。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい、どんな注射も効かないわ、あなたのことばかり考えてしまうの、何も手につかないくらい。ハート型ウイルスでした。イエーイ。あと何？嵐。嵐はね、難しいからやだ。よく忘れないで振り覚えてるね。そうなんですよ、振りは覚えてます。あの歌詞は忘れるけど、振りは結構どの曲もやった曲は基本踊れる
かな、うん、TikTok も見てます、ありがとうございます。 TikTok も皆さんフォローしてください。もうすぐね TikTok のフォロワーが100万人になります。なので TikTok もぜひ皆さん見てください。ダンスが体に染み込んでるのに、そうなんですよ、曲がかかるとなんか体がこうってなんか動き出すんです。それはすごいですね。そうなんです、毎日のように続けた結果だよね、すごい。いやでもそうかもしれないです。あのチャンスの順番聞きたい、さっきやりましたよ。 AKB のメンバーは振り入れの速さがすごいよね。うん、確かにみんな早い。私は結構遅い方なんですけど、でもやったらそんなに忘れることはあまりないかな。松田聖子の歌を歌って、松田聖子さん私結構歌いますよ。松田聖子さんは結構自分のあの曲のレパートリーの中、曲を聴くレパートリーの中かなに入ってて、何の曲聴くかな、よく。松田聖子さんはね、今ね検索してます。あ、あった、何聴くかな。あ、青い珊瑚礁とか海スイートピーとか聴きます。あとは何があるかな、マラチュルハッチュルハッタッパ、日本語上手ですね、日本人です。特に難しかったダンスありますか。え、でも私の中で結構ビギナーの時がなんかいろいろ大変でした。アカペラならいろいろ歌える、確かに。赤いスイートピーはサビなんだっけ。なんだっけ、忘れちゃった。チルハタハルカスラーマリジャカルタドン、すねチルハツイガーデヤムハすねイシガーデヤチュマンマニヤバニャクシカロワチルハツハトハルカチヨバニャ。みんなに言われます最近。あ、日本、え、インドネシア人なんですね。カヨがオラインネシアやコバラタオ。ガイスイートピーっていい曲ですよね、松田聖子さんの。めっちゃいい曲ですよね。ああ、I will follow you、 あなたについて行きたい、 I will follow you、 超ピリ、気が弱いけど素敵な人だから、心の岸辺にさ好き。赤いスイートピー曲ですよね、かわいい、ありがとうございます。セボンオブナインさん、ありがとうございます。日本語使わないと忘れるの、分かりに。そうなんです、ライフリユートアユートアジャカマンタマスティアチェリーベルギマン、チェリーベルギマン、はい、あこどこ、Don't cry, don't be shy, come chanting apa adanya, sadari syukuri diri
んか昔私がインドネシアに来た時にチェリーベルっていうこう JKT48 のライバルみたいななんかアイドルグループがいて、私はそのアイドルグループがすごい好きで歌も結構歌えて、さっき歌った歌がその歌なんですけど、なんかいい曲も多いし可愛い曲も多くて、一緒にお仕事する機会も昔はすごく多くて、なんか懐かしいなって思います。ラグスメスハルガタオマーフエガタオ。Aku taunya cuma Cherrybell. Kalau CJR, aku taunya beberapa lagu doang. Hai Asa, hata arigatou gozaimasu. Koe ga honto koe kawaii. Sonna koto nai desu. Shi jibun no koe amari suki janai. Amari yoku nai. But channel YouTube Ajaka Max. Oh, Max Negi to. Gak apa-apa, kakak nonton showroom aja ya, biar seru. Semangat terus ya Harka. Iya, aku semangat terus. Mau buku gak apa-apa. Oh mau, tapi bahasa Jepang gak apa-apa. So, その声に憧れた人です。Minta ajarin.さ9人組で今も活動してるチェリーベルさんね、今は活動してるのかな。カニャニラグフォローミーニャイヤシフォローミー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 ベイビー両手をギトヤ。Aku gak begitu tahu sih, cuman tahu dikit. Gak aktif har mereka. Iya kan ya, Cherrybell udah enggak ya. Har kangen Jepang gak? Kangen sih, udah lama gak pulang. Kak Harka lagu Flying Yet. Flying Yet. 昔より Husky が好きだったかも。俺も恋好きだよ。え、本当ですか。ゲットハルゴンのショールームやっと来てくれたの嬉しい。私もなんかショールーム始めてみて、なんか本当に日本のファンの人と交流できる機会が今までほぼなかったから、なんかそれは本当に嬉しいなって思います。やっぱりすごいなんか嬉しいです、こうやってなんかいろんな人が見てくれるからよかったなって思います。ショールームやって、ショールームすごいね、すごいですよね本当に。カブアッチャの YouTuber じゃじゃがーんなんてやっちゃ。ハルゴン奏で歌って。奏で私あんまりよくわからないんです、あんまり歌えないかも。ショールーム始めてくれてありがとう。いやこちらこそ見に来てくれてありがとうございます。ショールーム嬉しいな、嬉しいです、ありがとうございます。お疲れ様、お疲れ様です。ライフインスタグラムハール、ライフショールマージェやさやん、嬉しいと思ってくれて嬉しい。え、嬉しいです。外人たくさんすげえインドネシア人の方も見てくださってるので、結構インドネシア語も多いかもしれないです。私のショールーム他のショールームに比べたら多いかもしれない。これポイントあ、どうすればいい。倒れない、倒れそう。はできた。あ、こうして。そうなんです。ハルゴの声が聞かなきゃ嬉しいのに、映像見れるなんてさらに嬉しい。私も嬉しいです。卒コンの時のごめんねさま最高。私もごめんねさま本当に好きで、なんか結構思い出があって、ごめんねさま初めて歌ったのが、なんかあのインドネシアに移籍して初めて出たアポカリの CM でごめんねさま歌わせてもらったんですけど、あの
うん、嬉しいです。だからすごいいろいろ思い出があって、アルファベットなのにインドネシアなんだ。そうなんです、インドネシア語アルファベット表記だから結構読みやすいですよ。ブロマーダルンチャナゲンサトカンバクラギブロマーダシーコスモガリアピアルカリエンスナン。ジャカルタの中川さんだ、ありがとうございます。 JKT の劇場のファンの熱さと優しさには感動した。嬉しいです、そうやって言ってもらえて。モルトハルカ JKT48 ってきまんな。JKT48 itu buat aku harta karun。 明日日本時間の午前10時から今までじゃ勝利になるから覗いてあげると喜ぶと思うよ。覗きに行けたら覗きに行きます。こんばんは、こんばんは。サツサツさん、ハートありがとうございます。ドーフィン、 Thank you ウォンガニャ。さらっとポカリの CM って言うけどやばいよね、わら。確かに JKT の皆さんが秋葉原来た時に劇場公演見れて嬉しかった。でも私も卒業の時に AKB48 の劇場で JKT のメンバーってきたのが一番嬉しかったです。ジェリーはこと言ったこパルナパスアクグラルウェッカンアクbawain JKT48 ke teater AKB48 terus kita show di teater AKB48 gitu kan. Buat aku kayak kenangan yang tidak bisa terlupakan. Jadi pokoknya aku bahagia banget waktu itu bisa balik teater AKB48 dan show-nya bareng sama JKT48 gitu. Jadi aku senang banget. Ayako-chan hato arigato. Ukitaru.めっちゃ懐かしい、めっちゃ懐かしい。カヨがピンタリやバスジャパンにゃすんぱで、すごい。日本語からインドネシア語にカレーにチェンジ。うん、でも頭使います結構。こっちインドネシア語日本語、インドネシア語日本語ってなる。日本のポカリの CM に出てるはるかさんは綾瀬はるかさん。そうですよね。劇場ずっと泣いてました。私も悲しかった、寂しくなった。ハッピーアニバーサリーク9元サト、イエーイ、ハッピーアニバーサリー。明日 NMB 公演あったの見に行きます。おー、いいの。私 NMB の劇場行ったことなくて、 HKT の劇場も今日からオープンだから行ってみたいな。ジェリーガイス、アコブロンプルナテアトラ NMB48 HKT48 kan teaternya baru buka hari ini, maksudnya teater barunya.Aku pengen kesana deh, pengen lihat gitu. Kangen terindah barengnya satu, kangen sih. Menurut harga yang satu itu kayak gimana? Yang satu itu.Apa ya? Family sih. Family banget karena gimana ya, susah sih ceritanya. Bisa berantem, bisa bahagia bareng, bisa sedih bareng, pokoknya apapun bareng sama mereka. Saya kira dari Indonesia news itu kena ikut hari gonggeng gitu dan mau akad tiba sih. Hai, Indonesia もだいぶ落ち着いてきたのかな。でもどこの国も今大変だから、みんなで元気に明るく生活できるように頑張りましょう。おカルゲンティガ AKB ギマナゴン、カルゲンティガ AKB48 itu sama sih keluarga, cuman sama sih, sama meskipun jauh, meskipun jarang ketemuya kalau ketemu ya tetap kayak kita cerita bareng-bareng, main bareng-bareng gitu. Oh, genki dan waikara da ne, genki desu.
berisik banget suara motor. Iya, di luar ada suara motornya ya, padahal aku lantainya atas apartemennya. Sekali juga Hesa minta temenin, so disini kakak Dolphin, makasih ya bunganya. Wow, banyak ya bunganya.最近キセの食事会はしてないです。あんまりキセにも会えてなくて、なんかあんまり大人数で行動するのあんまり良くないから、まだあんまり大人数でご飯とかは行けてないです。こんばんは。Ntar teater tim Tina lagi enggak? Iya, nanti kalau aku bisa sempat ke sana, aku pasti lihat nonton teater JKT48. Kakak Muhammad, thank you ya darmanya. Darma. Nihongo to Indonesia go dochi ga yamiyasui? Yomu no wa nihongo no ga yamiyasui kedo, shaberu no wa Indonesia go no ga kantan kamoshirenai desu.カカドロフィン、マカシア、ブンガニャー。うん、あやかちゃん、ハートいっぱいありがとう。2月の誕生日に帰ってくるのイベントやって、うん、まだどうなるかわかんないんですけど、帰れたらいいなって思ってます。じゅんさん、肉まんありがとう。タカムハマ、Thank you や、ブンガニャー。Kakasat, makasih ya hatinya 500. Wow, banyak hatinya. Senget setuju sekedar HKT ni mu Kudo Haru ka っていう元気なちびっこがいたよ。知ってます。Kudo Haru, Kudo Haru ka ちゃんでしょ。知ってますよ。なんか HKT は結構見ること多いかな。なんか伊吹春香、いぶきちゃんだっけ、なんかちっちゃい子二人。インドネシアで受けてます、受けてます、受けてますかね。はるまさん、こんばんは。嬉しい、私も嬉しいです。遊びに来てくれてありがとうございます。あ、石橋いぶきちゃんね。そう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 、イブハル、そうそうそう、見ました。なんか何で見たのかな、ラブタンのツイッターで見たのかな。これからも頻繁にショールームをやるんですか。はい、頻繁にやる予定です。今週の土曜日と日曜日どっちかできたらいいなって思ってます。ゲストがいます、その時は。土曜日と日曜日はどっちかやろうと思うんですけど、どっちかと、あの、やるときはゲストがいます。シャツ猫の柄ですか、似合ってますね。そうです、猫ちゃん、猫ちゃん、肉メジャーアダクチニア。お、ゲスト、そう、ゲストっていうか、あの、元 JKT48 のあやなちゃんって子です。日本語も喋れる、ハーフの子なので日本語も喋れるし、 AKB48 の劇場に行った時に、あの、出ました。あ、あやなも結構喋って MC とかやってくれた子です。かわいい猫のイラスト、かわいいですよね。これ結構でも前、昔の服、結構昔の服で3年ぐらい前かな、ザラで買った服です。こっちは、こっちで結構服買うときはザラが多いかな、うん、90% ザラが多いかも。 90% ザラの服。母親が関西人の子だっけ。そうです、あやなちゃんも一緒にできたらなって思ってます。
今まで歌った中でどの曲が一番好きですか？選べないです。たくさんある好きな曲。ザラあるんだ。そうなんです。新しい服あげたい。いつも AKB にいた時洋服ありがとうございました。おしゃれだから、みんながくれる服おしゃれだから、ファンの人がくれる服の方がおしゃれですよ。デカルタにザラあるんだ。そうなんです。デカルタにも結構、海外ブランドも結構あります。ザラとかベルシカとかスタディファリアスとか、うん、何があるかな、なんかそういうのは結構あります。 H&M とか Forever 21とか結構そういう海外ブランドはあります。あ、カガデロフィーマカシア。ゴンちゃん28歳。もうゴンちゃんは失礼ね。はるかさん。あ、インドネシアにユニクロってある。ユニクロあります。ちょっと水飲んできますね。水飲んできた。カカザキマカシアハティニャンサマカカドフィマカシアベーテディベア。ユッピも見たいな。ユッピともできたらいいな。いつか聞いてみますね、ユッピに。カカドピマカシア。日本のフォーエバー21なくなったからジャカルタが羨ましい。そうですよね。ジャカルタはまだあります。H&M もあるし、Forever 21もあるし、Zara もあるし、Study Farius もあるし、今インドネシア、日本、インドネシアです。もみあやむが、まうどん、バワインやくしに。つかまかなんあっぱ、なんてバワイン。バニャク、パソスカ、ナシパダンスカ、つかなん、すりんまかんし、チュミプテス。チュミサンバプテエナカルカチャンティクサパティアダメジャイロメン。おや、ハルランタン、アダチャラパ。ナンティカロピサピキナコピキナチャラヤ。ウシロノクションクタノウチニ3、4、5、6、7個。もうロリータとか着る機会はないのかしら。ないです。フォーエバーの発音がいいね。そう、発音良くないとこっち伝わんないんですよ、全然。ジェリーガイスカロオランジパンカカロフォーエバー21ミヤンポコバジュイトクンビスフォーエバーとForever 21 itu kan. Jadi orang Indonesia pas dengar kayak gemuk apa sih gitu. Jadi aku pasti bilangnya Forever 21 gitu kan. Tapi kalau orang Jepang tanya, wow, kayak orang yang kayak asli orang Indonesia atau orang itu ya gitu. Kayak bacanya bagus kata gitu. Karena kalau bahasa Jepang itu biasanya baca apa ya? Kalau McDonald, kalau McD itu bacanya McDonaldo. Nah, waktu aku pertama datang ke sini, aku bilang McDonaldo, gak ada yang ngerti. Jadi aku kayak hafalin gitu, McDonald gitu kan. Jadi hafalin gitu, kayak misalnya kayak Starbucks. Kalau di Jepang, Starbucks. Jadi beda gitu loh, kayak bacanya beda. Kalau di Jepang bacanya Starbucks. Jadi apa ya, baca bener-bener bahasa Jepang banget gitu. Tapi kan kalau di Indonesia kan Starbucks gitu kan. Jadi beda gitu loh, pokoknya beda. Yang pun beda dari versi asli ini. Haha. FX がいつも伝わらない。FX は結構伝わるんじゃないかな。インドネシア発音と
インドネシア発音だとジェラケラティみたいな日本語と読み方で、あ、JKT 一緒だと思いますよ。でも JKT って一緒じゃないですか。わやわや、 Thank you ダルマニャ、わやわやさん、ダルマありがとうございます。ダルマ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 、paling dikangenin di JKT48 siapa Har? Semua member, semua staff。 英語もいけるの？英語はでもそんなにいけないです。わーわやわやちゃん、ま、ありがとうございます。テルマ100個、テルマ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 、あ、JKT、 そう、あのインドネシアとのABC の読み方がなんか違くて、普通に英語だと ABCDEFG じゃないですか。でもあのインドネシアは ABCDEFG って感じです。ケフィン Thank you、 ハッピーニャー、マカシテレマカシー。そう、なんか日本語にインドネシア語を訳すと結構大変です。なんか読み方が違うから、なんかそう、なんか難しい。ドイツ語できない。東京マラソン行ってかもう3年半、早いな。早い。あ、すごい、もう3年半も経つんだ。ジュンさんありがとう。あ、わやわやちゃんもありがとう。あ、ドイツ語と同じ読み方なんだ。アベチェデエスケはい、え、あみたいな、なんかそう、アルファベットの読み方があるんです。ちょっと違うかな、英語とはちょっと違うけど、でもローマ字読みだから結構読めます。インドネシア語教室とかできそうだな。でもなんか私人に教えるのあんまり得意じゃなくて結構難しいです。ジェリアコカロアジェリンバーサインネシアトーバースジャパンスブナネビサチュマンチュマンギマネヤスサギトロ、aku gak sepintar itu. Kak coba bilang mention, aku gak bisa tetap mention. Mention, mention, mention. Kalau channel itu bikin vlog aja Har. Nanti aku pikirkan dulu ya. Sugoi, jadi sugoku nai desu yo. Narau yori narero ga motto da mon ne. So nan desu. Da kake ko jibun de ovoe te ru.インドネシア語多いから結構人に教えるのが大変です。大変ってか、なんかうまく教えられない。こんばんは、こんばんは。 JKT メンバーショールームしてるね。あ、そうなんですか。みんなショールームしてる、してる人多くなる、多い。わやわやちゃんありがとう。だるま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 。でも今日フェニーちゃんに教えてあげて偉いなと思いました。そう、なんか少しずついろんな人にあの日本語とかインドネシア語教えていけたらいいなって思ってます。ジェリー、あか、たりかんこレトエタルアジアリンフェニーバースジャパン、あ、スモガクビサアジアリンバースジャパンとバースインネシア、バースジャパンとバースインネシア、たまんたまん、ビアル、サマサマキタビサブラチャ。Jadi kalau emang ada yang pengen belajar, kalau ditanya ke aku pasti ajarin ke kalian. Dan kalau tanya bahasa Jepang atau bahasa Indonesia, aku pasti ajarin. Freeze guys, ini gak temen sih. Ah, so なんですね。Haru ga 久しぶり見たらめっちゃインドネシア語上手になってびっくり。ありがとうございます。フェニーの日本語の先生はるかなの？いや、私でも教えてないですよ。だからフェニー多分自分で勉強してる。セインモーコリアバスジャパン、ワーグラン。セリンカンビサバサチーナバサイネシア。トゥルスバスジャパンビサ、グランドンリア。通訳完璧そうだね。いや、でも通訳結構難しいです。結構難しい単語出てくると、おーってなります。Yang fans Japan juga ajarin Har bahasa Indonesia. Iya, makanya aku mau ajarin bahasa Indonesia juga. Jadi sama-sama bisa belajar. Kan di sini showroom kan banyak orang Indonesia sama orang Jepang. Jadi sama-sama belajar gitu.
ノントンショルマクタマンタマンスマーブライジャーイエーイ。から私のショールームにはインドネシア人もいるし日本人の方もいるので、両方の言葉を使って皆さんが両方の言葉を話せるようになるぐらいいろいろできたらいいなって思ってます。だからそのお手伝いができたらいいなって思うので、そういった面ではショールームってすごいいいなって思います。はい、いや、クナッパさんやん、もうリアッフリスカライフハルよー、プッキーよー、3000人とパパチパチパチ、イエーイ、パチパチパチ。あ、でももう1時間半くらいやってるんですね。Jadi aku udah live 1 jam setengah ya. Mau sampai jam berapa ya? Ah, voting ya. Voting ya. Aku belum pernah pakai voting. Jadi apa? Aku live sampai jam 10. 1 jam 10. 2 1 selesai sekarang. 2 sampai jam 10. 1 sama 2 aja ya. Oke. Jadi voting sekarang ya. Dan live の時間なのですが、今終わるか、1投票1が今終わる。投票2が10時だ、日本時間で12時まで。どっちがいいですか？投票お願いします。どっちがいいですか？1が今もうおしまいにする、2が12時まで。ジェリー、ライフニャー、ササイスカラン、アタオ、サンペジェムスポル。ノモルドはサンペジェムスポル。ノモルサト、ササイスカラン。あよ、ポティン、ポティン、ポティン。アコバルプルタマカリパケ、ポティン。初めて、投票機能を使いました。すごいすごい、いけ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 、すごい。じゃあもう投票終了しようかな。もうみんなした？5 4 3 2 1、カン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 、76% 3歳ジェムスポール、ライティージェムスポール。というわけで投票結果が 76% 12時ということで、日本時間12時までショールームしたいと思います。投票ありがとうございました。延長決定、イエーイ。わー、ファイヤーさんハートありがとうございます。わや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 さんもだるまありがとうございます。だるま、あ、セブンオブナインさんお花ありがとうございます。お花お花、はるわさん今日は長いね。そうですね、いつも1時間しかやってないから今日は長い。かかのハンマー、 Thank you ハッピーニャー。ジェニュインちゃん、ハートありがとう。そりゃそうだ。なかなかさん、ハートありがとうございます。ジェニュイン、ハートありがとう、100個も。I love you。日本は11時半。そう、今11時なんですよね、日本は。皆さん眠ないですか？日本の皆さん。インドネシアはまだね、9時半だけど。わやわやちゃん、だるまありがとう。4週目完了、ありがとうございます。ジョナタン、マカシア、あんあんあん。終わるってなると寂しいから2にしました。ね、終わるって言うとなんかちょっと寂しい。初めて入室です、はじめました、ありがとうございます。あ、わやわやちゃん、だるまありがとう、たくさん。だるま。
ちゃん呼びされるの初めてかも。そっか、なんていうの、さんか、さんの方がいいですよね。ちょいちょい寝落ち仕掛けてる。起きて、寝ないで、頑張って、12時まで頑張って、12時まで、12時で終わるから。投票機能面白いね。ですよね。私も初めて使いました。あやかちゃん、お花ありがとう。眠たい、眠たい、眠いの、みんな眠い。ベダティム、ティムティワクトアルカサマスカランアパ。sebenarnya sih sama aja sih, tapi membernya beda gitu aja sih. potensinya sih sama-sama semangat. Waktu tim T aku juga semangat, tim T yang sekarang juga semangat. Haruka ちゃんに会いたい、私も会いたいよ。やっとショールームのルールが分かってきました。そうですよね。ドルフィンさんは日本人ですか、インドネシア人ですか。渡り廊下のグループだった、思いつきますか。なんか新鮮で、チャンでもいいです。じゃあチャンで呼びます。カガムハマク、 Thank you ya hatinya。 Halo, beli buku gak apa-apa? Di Indonesia di mana ya? Di Indonesia belum ada. Semoga nanti ada ya. Oh, si Haruka di Jigiri Overtime siapa? Siapa ya? Semua. Benar dah ne. Indonesia ではショールームって最近できたの？そうなんです、最近できました。頑張ってって言われた握手会で走らされたことを思い出して、確かによく言ってたかも。三時起きだけど頑張ります。三時起きだったら、ね、全然寝てください。体壊しちゃうよ。日本は明日祝日だから休み、イエーイ。カカムハマ、 Thank you やステファニーさんがインドネシアの親善大使になって日本語うまく、そうですよね。ステフィーめっちゃ日本語上手になった。ショールームで見に来る人は世界中にいるよ。そうですよね。日本人です。あ、日本人なんですね。ドロフィンさん、ありがとうございます。カカジョナタン、マカシアハピニャ。スンニョムニャマニス、マニス。わやわやさん、だるまありがとう。だるま、わやわやさん、だるまたくさんありがとう、ありがとう。お腹空いてない、大丈夫ですよ。テメロディ、sekali-kali ajak showroom bareng Har. Oke. スペインやチリからも配信してますよ。そうなんですね。初めて知った。ライフリスカ原作コンポーズもは。いやー。がパパシークフリスカジュガパパコ。なんてかしらフリスカがレナントン。今でもハルカちゃんに会いに行ってた頃に仲良くした人たちはたまに会うから48の人間関係を偉大すぎる。そうなんですね。いまだに敬語使えるという予感しかない。確かにフィリピンとか、ああそうなんだ。メキシコ配信したんだ、すごい。インドネシア語すげえ、ありがとうございます。Yang satu pakai laptop. Apanya? Nontonnya ya. Makasih ya. Kakak Muhammad, makasih ya namanya. Banyak banget. Thank you.
Kaharka mau cireun Bandung, mau dong. Kan nanti aku ke Bandung. Chenmai ni oai itoshi desu. Chenmai ni mau asobi ni ikitai. Izuri na iru shi. Kaharka cantik banget, makasih. Sat san hat, arigatou gozaimasu. Nakanaka san hat, takusan arigatou gozaimasu. Hato, 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 hato.ハトハトハト、カハルカちゃんてくばなしー、なかしー、わやわやさん、だるまめっちゃありがとう、だるま。この前たまたま久しぶりにつかさんと会って、中川との人たちに会いたくなった。嬉しい。なんか集まれる機会あったらいいなって思います。原作とマオライフでショールームフリスカいいよ。ジリパラのトンクショールームフリスカや。がパパコ、カン原作とカハリニューランタウン。今夜もちゃんと可愛いもん。カカムハマ、マカシア様がヘオム、マカシア、ダルマニャ。ハウンパトグアリマシアランが質問にしてますよ、ダハツニア。はるこ元気ですか？元気です。じゃあそろそろ終わる前にスクショタイムしますか？皆さんスクショしたらツイッターでシェアしてくださいね。あのハート押しに行くんで。ジェリーズからきたスクリーンショットやビアルダプテクナガニャン。ダンジャンアルパシェアディツイッター。 OK?Nanti aku pasti like. Jadi screenshotnya apa ya? Mau post apa? Tentu post kayak ini sekarang. Tentu post kayak ini sekarang. Mau post apa ya? Screenshot live sama. Hajimemashite, hajimemashite.もうポーズアッパーガイス、どんなポーズがいいですか？どんなポーズがいい？ポーズちゃんってかじゃ。オッケー。指ハート。分かった。じゃあ一つ目いきます。三二一。あとは V サイン。三二一。どう取れた？ポスルチちゃんって感じ。準備、オッケー。カテアデンポス準備、オッケー。三二一。いい感じ？撮れました？皆さん。うららぱっブローンガイス。スクリーンショットにうららぱっ。レジェンドに会えた。ありがとうございます。チュチューポーズ？チュチュってなんだっけ？これ？え？これ？オッケー、取れましたか？オッケー、イエーイ、パチ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 、可愛いの取れたか、後でツイートするわ。ありがとうございます。いや、暴れん坊達人はできない。もうさすがにちょっと恥ずかしい。各所取れました、ありがとうございます。わやわやさん、だるまいっぱいありがとう。あんにょん、あんにょん。クマポーズやる？ポス、
post bear bear mau? じゃあと一枚ね。いや、terakhir ya, post terakhir ya。一、三、二、一。取れましたか？あいかちゃん、ハントありがとう。取れた？オッケー。韓国人だけど、いつもはるかかわいいね。かんちゃんみんだ。おばさらけ。はるか。ギャーかわいい。ありがとうございます。なんか、かわいいって言われたか。恥ずかしいですよ。かわいいクマ撮れた、ありがとうございます。後でシェアしてくださいね。ツイッターにハート押しに行きますので、シェアしてくれたらハート押しに行きます。何十枚も撮れました。あ、嬉しいです。わやわやちゃんだるま、ありがとう。terima kasih terima kasihHabis nonton Marvel ya, karena ada Haruka. Yeay! 韓国では中に必要のファンのことをハンバーガー団、ハンガー団。そうなんだ。年々若返っていきやすい、人として成長してるのに。いや、人としてもそんなですよ。可愛いも好きもめちゃくちゃ言ったけど。ありがとうございます。カガネハルカスバガイメンバー、タビカンコムスキプンガメンバーアトメンバーサマアジェドンガレビダジョニア、中身が子供のまんまなのも好きだよ、ありがとう。髪の毛伸ばさないの、今のところ伸ばす予定はないです。なんかボブの方がしっくりくるから。いつもかわいいよ、ありがとう、ありがとう。あれから一番がマカチン。ジャカルタに住んでも部屋は日本と変わらないよね。部屋はそんなに日本と変わらない。髪の毛伸ばしてほしい。髪の毛伸ばす予定はね、あんまりないんです。なんか自分的には短いこのボブが結構しっくりきてる。でもロングの時ありましたよ、意外と。昔はカルカルチュマカシーン。パニャイナンブアルビアルタンバチャンティングゴーアコルビニャマンスギニ。まあ、アレンジできるぐらい長さはちょうどいいね。でもこれも結構アレンジとかできますよ、結構。こうやって結んだりとか。なんか、今の髪の毛は結ぶと結構色が出てきます。ジェリーランブツからアコカロビス、カロイカ、イカブギニ、ストンガギとか。イカストンガギとか。そしてシニアダワルナニャ。なんか髪の毛を結ぶとここの色が出てくるような、今スタイリングっていうのかな、ヘアスタイルになってます。ここに色が入ってるから、ハーフアップとかにすると結構それが出て可愛くなるような風な髪型になってます。こういう風にお団子とかするとこう色が見える。そうなってインナーカラー的なの。そうなんで、やべ、髪の毛ボサボサになっちゃった。そうなんです、インナーカラーしてます。それぐらいでアップスタイルもできる、方が切る時に。そうなんです。だからなんかツインテールとかも一応できますよ、こういう風に。なんかこうやってツインテールとかもうできますよ、こうやって。
ツインテールとか全然してない。あ、でもしてるかな。こんな感じ。これツインテール。短めの方が似合ってると思う。そうですよね。もう私パーマかけてるからクリクリです。髪の毛。Jadi aku pakai permanen rambutnya. Jadi aku keriting gitu di sininya.パーマかけてるんです。開けたとき可愛い。ありがとうございます。ジェニューインちゃん、ありがとう。可愛い。すげえ玉に似てたようだ。確かに。ワクワクと見えました。ありがとうございます。似合う。似合いますか？これ？でも、なんか一つ結びもまあ、できるっちゃできる。なんか。こうまとめて、제리아코비사이컷사이컷람부추가코스브나오냐게사토지가비싸가여기니こんな風이카사토지가비싸스브나오냐비가여기니르비시카시でも下ろしてるの結構気に入ってます。まとめると子供っぽい。確かに。よいしょ。こういうピン集めるの好きで使ってます。ファイヤーさん、だるまありがとう。だるま、あとわやわやちゃんもだるまありがとう。あやかちゃん、ハートありがとう。前髪も綺麗。前髪、でも前髪今日何もオイルちょっとつけたぐらいかな。前髪ち迷ってます。伸ばしたいけど悩んでます。めっちゃ似合うです。ちょちょバナーまかしが28歳には見えません。18歳。でも28歳に見られたこと本当になくて、意外と結構悩んでます。なんかそんな若く見えますか？実際、実際あの私を知らなくて見たら28に見えないですか？逆に聞く。Jadi guys, banyak yang bilang aku gak kelihatan 28 tahun gitu kan. Emang iya. Sebenarnya sih kelihatan. Kalau kelihatan sih kelihatan kan ya.パッチンピン楽で可愛くていいよね。そうなんです。結構楽で好きです。若く見える。むしろ若返ってせたり。え、昔逆に老けてました？昔が別に老けてたとかじゃなくて、わやわやちゃん、だるまいっぱいありがとう。ありがとう。線だって。線すごい、すごい、ありがとうございます。ウィンクして。おじさんも35年まで年相に見られなかったよ。30になったら年相に見られるんですかね。ハルカハイトムダカヤトモチン、トモチンジゲイヤ。このショールームで年相に見えます。やった。28歳です。嬉しそうに見えますか？嬉しい。嬉しい。喜んでる。お化粧かな？昔よりキュートなイメージはある。そう、化粧かな？でも化粧もそんなにしてないけど。アンパンマン。ずっと変わらない可愛さで憧れる。ありがとうございます。昔は年相で中身が5歳児だったけど、今はただの動画って感じ。5歳児は言い過ぎ。10歳ぐらいにしてお願い。
アイメイクが10年とイメージやったこと。あーなるほどね。セブンオブナインさん可愛い、ありがとう。いっぱい可愛いがある、ここに、ここにいっぱい可愛いがある。ここにだるまと可愛いと、ここになんかお城がある、こういうお城だるま。また日本のアイドルなりそう。え、それはないっちゃ。小学校低学年変わったね。正直言うと昔様な気がする。いや、これってすごいことよ。え、そうなんですかね。いたずらっ子だったような。いや、今も変わんないでしょ。そのいたずらをするかしないかって言ったら今も変わらずしてます。ガルガマシちゃん的なの中高は優しい。昔の5歳じゃ納得。おい、納得しないでくれ。ドープラパンブロムトゥはカルガマシガイタンドーポートジュンサマーチドンカおてんば娘。そうなんです、今も変わってないですよ。タイローカ知りたい。でもタイローカのメンバーに会いたいな。集まりたい。3期生とか。ハルブリブクがババとコーナーアダンガガードディクエニュ。ハルガダマクロスマファシーアコプタンバンゲドット。たぶん昔のオタクみんな5歳児で納得すると思うよ。10歳にして、せめてお願い、せめて10歳。つかすさんハタリアと。どこかで復活してほしいね。いつかなんかできたらいいですよね。36歳目なんだよね。そうなんです。あ、つかすさんがハート連打してる、ありがとう。たのちゃんの飲み物にいたずらしたの覚えてる。そんなことしてました。私あんまり覚えてない。年中さんじゃん。確かに。さよ、あばかべさよ、バルグルルテレキビ48ディア、ジャランヤンバルドインアジェヤドインアントルバイグバッサヤヤ。5歳より10歳の方が悪やると思うけど、確かに。そっか、5歳だったら許されることもありますもんね。じゃあ5歳ってことにしましょう。ハリカクシブカアッパー。akhir-akhir ini kemarin-kemarin sih aku sibuk banget buat syuting TV, buat syuting lain-lainnya. Jadi gitu sih. Ami, lihat udah mas, lihat toh. Makan tapi gak jadi daging, hahaha. Daging kok. Kawalanai kankaku de kite ikeru tte daiji. Hometeru. Arigato.はるかの冠 MC 番組ができることを期待してます。頑張ります。日本のテレビにも出たいな。でりゃこぺんげんぺんげんマスク TV ジャパンジュガードアイネアスマニャ。シンディがはるかの着物姿は七月三で言ったの本当にその通りって思った。マジか。でも確かに自分でも思ってた。なんか着物着る機会って AKB の時に何回かあったけど、毎回みんなあの衣装のしのぶさんとかメイクのこばちゃん、私の仲いいこばちゃんとしのぶさんがよくなんかあの本当あの七五三の着付けとか七五三のメイクしてるみたいって言われてました。具志堅たまに俺より大人かよって発言するとこは尊敬してます。ありがとうございます。Jadi guys, dulu kan aku sering banget pakai baju kimono di waktu AKB48. Terus pada bilang kayak anak kecil banget gitu. Orang wardrobe sama orang makeupnya bilang gitu. Terus aku juga merasa iya sih, benar sih mereka benar. Shinobu-san natsukashi. Shinobu-san ni mo aitai shi, meiku no koba-chan ni mo aitai shi. Aitai hito ippai irun desu.
あと3分で12時。そうなんです、もうそろそろおしまい、ハルゴンだ、ありがとうございます。日本の番組であるか石原さとみに似てるって言ってた。え、本当ですか。ハルカビさん買ってやるんがビサ、その中に俺も入ってる。いや、ファンの皆さんは本当みんな会いたいです。日本のファンの皆さん全然会ってない、会いたいです。だからしのぶさんはるかに優しかったよね。え、そんなことないですよ。しのぶさんはスタッフさんの中で結構厳しかったです。私にも厳しかった、優しかったけど厳しかったです。Next episode masak-masak ar. Iya, nanti aku mikir ya. Tapi next episode mungkin aku bareng sama Ayana. Jadi guys, nonton ya. Tapi tante kata dia nak tonton, tonton mas yo. Juni dia semai Cinderella macam tu, ne? Tapi kau ni. Juni jadi dia kena kena tara. Watashi wa mudoranai to ikemasen. Hasilte.Nanti jam 10 selesai ya showroomnya. Makasih ya guys udah nonton. Nextnya aku bareng sama Ayana hari Sabtu atau hari Minggu malam. Jadi tunggu ya. 今週は日曜日か土曜日か日曜日にあやなちゃんと一緒にショールームできたらいいなって思ってるので、あのぜひ遊びに来てください。日曜日か土曜日か日曜日だったらあの皆さん見に来れると思うのでできたらいいなって思います。ちょうどね4000人行ったということで記念に写真でも撮って終わりにしますか。終わりにしましょう。1枚だけ写真撮らせてください。いきます、せーの、もう1枚いきます、せーの、皆さんありがとうございました。あ、1位から10位まで読もうかな。1位山盛さんありがとうございます。2位ナイセブンオブナインさんいつもありがとうございます。3位デロフィンさんありがとうございます。そして4位ヒロゴンさんありがとうございます。そして5位、ティームホーレホーレー Thank you。 6位ファイヤーさんいつもありがとうございます。7位カジョナタ、マカシア。8位、ジョーダン、テンキュー。9位、アローラ、テンキュー。10位、ジェニューインちゃん。たくさんありがとう。2時間たくさんお話ありがとう。11位、ティティさん。ありがとう。12位、カヨガ、テンキューや、バスジャパニックレンス。Tetap semangat belajarnya ya. 13位タカさんありがとうございます。また遊びに来てくださいね。皆さん本当にありがとうございました。俺4位18位だった。シンデレラかよ。そうですよ、シンデレラはもう馬車に乗って帰らないと、もう12時になったので帰ります。本当にありがとうございました。皆さんおやすみ。土曜日と日曜日どっちか決まったら早めに連絡するので。